東京レインボープライド2016年5月8日東京レインボープライドは LGBTQ いわゆる性的少数者が差別や偏見にさらされず前向きに生活できる社会の実現を目指した団体およびイベントの総称東京都渋谷区代々木公園周辺で開催される東京レズビアンゲイパレード東京プライドパレードなどを前進とする 1994年8月28日、日本初のプライドパレードである第1回レズビアンゲイパレードが開催される。1996年第3回のパレードが開催。しかし閉会時に実行委員の南貞志郎の方針に異議を申し立てる人々が閉会式の会場であった代々木公園の屋外ステージを占拠する事件が発生。これをきっかけとして、 翌年から大きなパレードはしばらく中断する。2000年8月27日、東京レズビアンゲイパレード2000として復活。2003年、2004年は実行委員長を引き受ける人がおらず再び中断。2005年、毎年安定してパレードが実施していくための運営母体として東京プライドが設立され、この団体が移植する形で2005年、2006年と、 開催される。2007年、パレードの名称が東京プライドパレードに変更される。2008年は中止。2009年5月23日、パレードのない形で東京プライドフェスティバルが代々木公園で開催された。2010年8月14日、パレードが復活し東京プライドパレード2010が開催された。2011年は同年3月11日発生の 東日本大震災の影響などにより中止。2011年5月、運営母体、東京プライドが分かれ、東京レインボープライドが新たに設立される。翌2012年から毎年、東京レインボープライドは団体名を冠したパレードを開催している。特定非営利活動法人東京レインボープライドは、らしく、楽しく、誇らしくをモットーに、 性的思考及び性自認の遺憾に関わらず、すべての人が、より自分らしく誇りを持って、前向きに楽しく生きていくことができる社会の実現を、目指しています。公式ウェブサイトより二千十二年、二千十三年、二千十四年、二千十五年、二千十六年、二千十七年、二千十八年、二千十九年、二千二十年、二千二十一年、プライドパレードとは、東京レインボープライド。 東京レズビアンゲーパレードの創始者、南サダ郎さん、LGBT 運動の過去と未来そして、老後の生活レポート日仏共同テレビ局フランス、10、東京レインボープライド、2018年1月19日閲覧。レポート、東京レインボープライド2012ゲーのための、総合情報サイト G ラット XX ハット2013年、東京のゴールデンウィークは、 レインボーウィークになります芸のための総合情報サイト G ラット XX ハット代々木公園などで LGBT イベント東京レインボーウィークから性の多様性考えるきっかけに渋谷経済新聞2015年11月5日閲覧東京が虹色に染まる LGBT の祭典 GW に開催前編後編エキサイトニュース 2015年11月5日閲覧。東京レインボープライド2014パレードで生の多様性アピール写真特集。時々 .com。2015年11月5日閲覧。安倍首相夫人、都内の LGBT パレードに参加。a f p b b ニュース。2015年11月5日、閲覧。AB、首相夫人も参加。LGBT パレードイン。 原宿ギャップ原宿店は、レインボーカラーのロゴを設置。東洋経済オンライン。2015年11月5日、閲覧。性的少数者。虹色の旗で理解呼びかけ。東京でパレード。毎日新聞。2015年5月1日閲覧。東京レインボープライド2015。開幕同性カップルの公開結婚式が行われる。ハフィントンポスト。 2015年5月1日閲覧。カミングアウト、自然にできた清さん、LGBT 明かす、東京レインボープライド2015、ハッフィントンポスト、2015年5月1日閲覧。アバウト、東京レインボープライド2016、東京レインボープライド2018年1月19日閲覧。東京レインボープライド2017無事に終了いたしました。 東京レインボープライド2018年1月19日閲覧浜崎あゆみさんも出演した東京レインボープライド2018が過去最高の約15万人の参加者で盛り上がり大成功を収めました芸のための総合情報サイト G ラッド XX ハットあゆ LGBT を思う東京レインボープライド2018で初フリーライブ中日スポーツ 2018年5月17日閲覧。ソニー世界で2019年のプライドイベントをサポート。米国ストーンウォール事件から50年の節目の年に、ソニー2021年4月17日閲覧。ありがとうございます。